はい。痒くなりますからね。もう焼けましたかね。まあ、奥の2つがね、昨日、まあ、どんどん焼き、まあ、もらってきたものです。手前の一番膨らんでいるのが佐藤の気持ちです。すごい。佐藤の気持ちすごくなってる。だから奥よりも真ん中辺がやっぱり火力が強いのかね。膨らんだー。なんかそんな感じだよね。はい、じゃあもう焼けたということで。あ、サーモスアップで消えるんだ。はい、それで梅さんのゆで小豆です。こんな感じ、すごい。はい、先ほどの紅白のお餅です。これが道の駅アグリーム昭和の切り餅白。これが赤。完成です。簡単でしょ。はい、三陸は
キャベツ、いつも半分で買うんですけど、まあ、真ん中辺が変色してきました。なかなか使い切らないよね。これが木綿豆腐、まあね、大きいんだね。これ切りごたえがあるね。硬いんだね。はい、三角形梅干しもつけようか。ちょっとお汁粉が冷めちゃうから。ちっちゃめのやつがいいか。ちっちゃめのやつ。よし。これでいいよね。じゃあ写真撮りますか。はい、それじゃあお味噌を用意しますね。
こんな感じ。お味噌はね、少なめでいいんです。お湯、薄いぐらいでちょうどいい。じゃあ行きますよ。豆腐、これが取れちゃうか。アクですね、アク。どうでしょう。なんか不思議なアク取り器ってあるんですね。アクがあると、まあ、アクだけ残って、まあ、お湯の部分が消えるんですね。そしてアクがないと、まあ、普通にお湯が作れるんですね。あれ不思議だよね。大丈夫かな。使い切ってから入れようね。大正7年、海産物豊かな瀬戸内海、カツオ一つで取り組んできました、丸友さん。おいしい味噌汁の決め手だって。はい、出来上がり。まあ、これも持ってってあげようか。先ほどアクを取った計量スプーン、きれいに洗いましたから。
ね、お味噌少ないようでもあれでしょう。ここ見るとちょうどいいでしょう。じゃあ私もこれここに盛ろうか。少し残しておこうか。そうだな、取っといてもしょうがないから全部入れちゃうか。ちょっと入りきらないな。やっぱりこっちにすればよかったね。ほら、すごい山盛り。だって器が小さいだけ。これなんかミートボールの、まあ、40秒温めました。よし、ミロ牛乳、何はともあれこれ山盛りになっちゃったけど、器が小さいだけです。うん、井村屋さん美味しいね。こうなっちゃうと赤なんだか白なんだかわかんないよ。高齢者は重りに気をつけないとね。40秒。うん、今ミートボールだと思ったら梅干し。あぶな。まあ味で分かったけどね。豆腐とわかめの味噌汁。うん。もうね、砂糖の切り餅の方もね、あと残り4個。
残り4個ですね。これ1キロパックなんですけど、あとロイヤルブレッド3枚16日今日まで。やっぱりダメだね、残っちゃうね。それじゃあ皆さん、今日はね、道の駅アグリーム昭和でもらった切り餅、まあどんどん焼きのおみごくってあったかな、それを使ったぜんざいでした。これひっくりいただきました。ごちそうさま。